おはよう、君のやつのフィガリッシュ。ね、春さんがいないのはもう大体皆さん見当ついてると思うんで、もう言わないっす。言わないっす。はい、言いません。ですね、まあ、今日は、ね、チーム対抗カラオケ採点バトルの、はい、まあ、決勝戦でございます。決勝戦、決勝戦というか、まあ、今日でね決まるっていう。そうで、せやさんチームがギリギリ勝って、そうですね、0.3 0.3 ね、かなでさん対がみさおチームとね勝負ってことなんだけど、罰ゲーム多分エグいの出すよ。エグい出しますよね、セイハさんが一位、うん、絶対セイハさん、あの人やばいですか、あの人エグいから絶対変なやつくる。はい、虫とかっていう甘いやつじゃ来ないですね、たぶん。はでくる歌舞伎町知るやん。絶対出します、うん、絶対あの人の性格、そうだね。逆立ちとかです。できるやつ、できるやつ、もうホスだよ。ホスやべえな、やべえな、配信中にもね、こんな言い出すってやばいな。てか、87点出そう、出しましょう。そうだね、出したら勝ちだもんね。出したら勝ちっすで、俺たちが決めると、決めると、それでね。罰ゲームするんだと何させたいですか。何がいいんだろうね。じゃあ、2回連続ちょっと面白くないんで、虫は。じゃあ、今度プチプチ系でもいいよね。プチプチ系でいいっす、芋虫とか。そうそう。はい、ししもうね、それをちょっと米に乗せて、ちょっと書き入れてほしいみたいな。芋虫丼。テッピーとかないもんな。それでやっていきましょう、はい、やっていきましょう。どうしたらなくて、わあ、さあさあ、笑顔できましたよ。おたす、今日早かったっすね。なんで今日早かった、今日は早いっすね。早い、始まってますか。はい、そうですよ。カロリーですか。うん、そうだよ。僕と出るとき地味に遅刻するから。地味に遅刻する。でしかも僕と出る回必ずなんかいない、ほぼいないイメージがあるんですけど、ちょっと逆に3分早く来れへんの。いろいろあんねんて。あの道が混むとかあるやん。そんなもんじゃない。なんだこの1分ぐらいの遅刻何みたいな、はい、あと1分ぐらい早く出といたらいいなって毎回思うけど、それがもうみたいな、うん、あります。それ、はい、ちなみにあの、はい、バトルは後半にするんですか。僕ちょっと見てないんで分からないです、流れが。もうとりあえずいつでもいいじゃん。まあ、後半にしましょう。後半にしましょう。前半はちょっと意気込みを語りましょう。ロシアから、ロシアから見てました、ね、やばいっすね。ロシア国境を越えちゃったのに、ほんまに、すごいな。なんか旅行行ってるとこ、旅行行ってる、日本語、そのこと、旅行でロシアでこれ見てくれてるんですか。超ありがたいです。いや、なんかまあ俺は何にするか、俺が1位やったらね、もう決めてる、自分何にするか決めてるけど、はい、あ、まだまだ企業秘密ってことで、え、これ、うん、1位になったらその時に言うんですか、それとも次回に申し越しにします。いやいや、俺らが1位やったら別に今言う、今言う。でもさ、多分さ、あの点数、はい、86.99 とか86.694でしょ、はい、だって 0.3 しか変わらないってことはさ、もうこの間に入ることはなかなかないやん。ないです。ってことは俺らが1位か最下位かどっちか。やばいな、いや、これやばいな。手汗がやばいですけど、今日負けたらどうしよう。でもね、俺ちょっと最近口が探されたから、ちょっと僕もやばいです。質問止めてます。僕は僕の唾液でじゃあ、はい、やしましょうか。
やめて。ジョリリますよ。痛い痛い痛い。はい、唇から。笑ったら切れんねん。ロシアは朝です。朝なの？11時20分です。ロシアって言っても、ロシアでかいから。わかんないじゃん。どこら辺なんでしょう。だってロシア、今ロシアだよ。今夜だけど、私もロシアで今朝だけど、また絶対ある。ありますね。うん、すごいロシアに関して盛り上がってるんですけど、コメントがやばいね、もはや内容中も見てないだろう。どうしようかな、じゃあ、はい、CM 行く前、ま、CM 行ったらすぐ歌おうか。そうしましょう、そうしましょう。それまではちょっと前半は、前半はそんな客言わんし、しゃべりタイム客言うタイプちゃうし。よいしょ、マイナス20度ぐらいじゃない。マイナス20度の世界、俺体感したことあるから。どこですか？マジですか？マジか？あ、どこですか？ね、高校生の時。もうそこはですか？ちげえ。バイトしてた冷凍庫で。ロシア、ロシアの。ロシアの冷凍庫。スーパーの、なんか食材がいっぱい入ってる冷凍室の中に、はい、1時間詰められて、はい、ちょっと荷物積んでたの。結構エグいっすね。どうでした？楽しかった。まつげ凍ってた。よくテレビで見るやつですね。鼻水とかも消して。すげえな。鼻水。凍りません？鼻水も。なんか分マシでタオルが凍るとか見てみたいですね。ああ、凍るんじゃない。でもわざわざやらんけど。まあ多分なると思う。20代だったらなるでしょうね。やばいな。強制無視。今日何歌うかって言ったの？まだ言ってないですね。春さん来てから言おうかな。それは後半言います。後半あれさ、順番どうする？はい、じゃあ順番決めしましょう。今のうちに、はい、ワンフレですよね。ですよね、ワンフレでワンカムで最初から言ってやるかな。そこなんですよね。僕一番嫌ですもん。僕2番目ぐらいから入りたいと思うんですよ。3番目がいいです。ちょっとなんてじゃんけんしましょう。ちょっとなんか発声練習とか。はい、でさ、思ってたんやけどさ、はい、で練習してないやん。はい、でも、周りみんな練習してますよ。そう、こっち、低いところあるやん、なんかわざと。はいはい、はい、あ、こうはなんなん、寄せるの？それとも音程に行きます。寄せましょう。寄せます。ここは寄せましょう。え、寄せんの？寄せるとかなったらもう、はい、わけわからなくなるやん。あー難しいところですね。まあいいや、本番でいいよ。、はい、こっち何ももう何もやってないから練習もしない。それでこれ歌おうって決めただけ。しかも決まったのがつい最近。そう、2日前。2日前。いや、なんか俺結構合わせられるから、知ってる曲やったらで大体あやともそこそこね歌えるから、じゃあヒロトが歌える曲をまずヒロトに選んでもらって、俺らが決めるみたいな。そう、何個か出して、じゃあこれにしようって言おうかって言ったけど、出してって言ったの全然出せない。で、ハルさんがパッていったやつ、あ、俺、あ、いいっすよ、いいっすよ。でも一発でいきますよ。一発です。ビヨンセでもないし、ビヨンセやな、ミシャでもないから出たわけないよ。死ぬだよ、ビヨンセ。よし、さあ、あと5分ぐらいかな。じゃあ歌うわ。怖いっすね。寄せるっていうのは、いや練習しても変わらなくてもさ、順番とかもあるし、はい、え、これ意外と点数出へんかって、じゃあ変えようとかさなるやん。はい、シェアさんのチームはすごい練習したらしい。らしいっすね。何曲か歌って一番点数出たやつを言ったんでしょ。いやいや、意外と高いからな、86点。高いっすよ、高いっすよ。どうするの、これで82とか。この放送一回止めてもらうしかない。止めてもらって一回編集してもらおう。せやさんが何やったっけ、1位になったら何の罰ゲームするか聞いた。やばかった。結構エグいっすか。いや、でも俺よりかはエグくないと。どんだけエグいっすか。でもいろんな意味でどんだけ嫌なことさせるんですか、ハルさんが。嫌なことさせてない。それが見てる人からしても面白い。面白いな。でもこっちも楽しみたいやん、うん、見てて見てる人も楽しみたいやん。確かに、どっちも楽しめるやん、うん、ウィンウィンですね。ウィンの関係を出してきたね、そこで。はい、習ったやつ、習ったやつ。
ウィンウィン。ウィンウィン。日本はまだあれ習ってるの、ウィンウィン。はい。日本はまだあれ、ウィンウィンのやつ習ってる。ウィンウィンのやつ習ってる。定義のやつ。なんか見てんのよ。はい。何周してるか分かんないです。一緒、うん、はい、どうぞ。何でもないです。はいはい。じゃあ順番決めますか、今。数字よ。俺最後がいい。あ、いや、俺最初がいい。歌うわ、ほんなら。あ、じゃあこうでいく。あ、じゃあこう、ポケマリでいきますか、じゃあ。ポケマリ。ポケマリでいこう。ポケマリ。こう流れましょう。こう流れます。いいよ。ほんで俺最初歌うわ。はい。1、最初、2番目、3番目とかです。よし。でも、ここ恥ずかしくない。いやーって。イエーイ、バレるバレるバレる。イエーイ。それちゃんとやりましょう。それはこの、いやだからちゃんと歌うんやろ。もしもうあれがちゃんと入ってたら歌わない。カットの部分も歌うってことですか。入ってたよ。だから入ってたら、まあ、カッコの部分って何、例えば歌わなくていいところです。歌わんっていいところやったら歌わなくていいよ。だからそのあの防線が入ってたら、カッコでも防線が入ってたらまあ歌わない。OK です。なるほど。セマンじゃない。鉄絶対払った。鉄ジャパン。やばいだろうね。絶対入ってる。入ってないわけがない。はい、だシドじゃないって。本当やっと日本のバンドが出てきました、ね。さっきもちょっとスティービーなんとかみたいな。スティービーワンダー。なんかそんなか。スティービーワンダーしかもバンドじゃないし、ね。スティービーワンダー、ビヨンセとか。ビヨンセも違う。そんな高い人間じゃないっすね。ちょっと緊張してきたな。ここで歌うのはあれやね。わかりますわかります。いただきます。めっちゃ歌いにくいな。そうなんですよ。ほんまに。立っていいっすか。なんか多分ちょっとランクやっぱこう目線が上の方に行って立ってもいいと思うで。弾いてくれると思うね、カメラが。これ立っても大丈夫っすよね。よし。だったらちょっと3人でもじゃあちょっと入り込んじゃいました。こうやって立ってこうやって立ってもその時はこれなんかいや、ここがそうなんですよね。和田アキ子はやばいです。イエーって言わないですよ、うん、あの風をヒエーって言って。どうした、あそういうの、そういうの嫌いわ俺。さあ、いやでも勝ちたいですね絶対。なんか、いやいや、しゃあないやん、みんな座ってたからに。立っちゃいけないってルールはないですか。そうだ、ないから、うん、立ちますから、立ちます、我々は全然知らん。高さやわ。僕もなんですよ。マジで、グリーンも欲しい。立った瞬間にピリッて切る。形で歌える。ハンデとして、何のハンデや。それですよ。でもちゃんとトリッチしたもんね、はい、俺とミサオとセイヤさんでじゃんけんして勝った人からこう選んでいったの、そうそう、いったの、こうやって絶対ハルさん僕のこと選んでくれるって思ってました。いやでも俺最後負けてたよ。セイヤさんが23とって、で俺がアイドルとったやったっけ。はい、そうですね。まあでも残りのメンバーやったらだってあいつぐらいしかいない。さっさま好きやな。さっさまやいいやつちょっとぐらい。気持ち悪いじゃん。で僕はお尻触った時も何もない。俺サウナ好き、触れるのは好きじゃない。さあ何でしょうかね。すげえ一気にジャニーズ系攻めてきました。でも嵐とかでも全然良かったけどね。でも意外とやっぱ高いじゃん。あ、そう、高い曲やめようってなって、何しようかなみたいな。そうそう、よしよし。じゃあとりあえず一旦 CM 行ってその後に、はい、僕らのチーム歌います。じゃあ CM どうぞ。スタート。
これ採点入れ、何でやってるしちゃったん採点みんな何でやったんですか、入ってます公平に立って、立っていいやそうですね、立ちましょう。あ、なんか変なの入ってるけど、よっしゃこれで、ふむふむもうこれ入れちゃっていいですか、入れちゃっていいですよ。じゃあ、ここらから僕からですね、緊張してきた俺らが一緒に言って、お前デビューやに参ったらひときわデビューしちっちゃちょっとこう見ると俺細いな、隣が細いです。この辺で歌いたいわ、この辺で歌っていい嘘だろ、なんか 俺ピンみたいなってるおかしいおかしい、前そうおかしいおかしいおかしい、それおかしいわ。え、来た来た来た、ちょ待って、もう一回もう一回言った、もう一回言った、ちょ待って、ちょ待って、全然もういい、ちょ、もう一回もう一回これで87点で言ったらいいや、うん、言った急じゃん、なんもなんか出しもないねんもちょっと上引きだから、行きましょう、はい、びっくりした、はい、来ますよ、来ますあの花の道に行く中で夢みたいに君に出会えた奇跡、足合って経過していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。俺の場で ある太陽はいつまで乗り切れるだろうか、泣き笑い怒る君の表情、全てなくなるのならば無駄にのでありもっと感謝しよう。あの日あるとあの場所の奇跡はまた新しい奇跡を生むだろう。愛されることに強くなること、信じることに乗り切れること、君が残したものは今も胸にほら輝き失わずに幸せ戻せたこと、ありがとうなと溢れる気持ちが花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい。この今という決心の宝物、だから僕は精一杯生きて花に乗ろう。やばいんじゃない？ちょっとなんかここね、だって今70ちょいだね。やばいやばい。花はなんで枯れるのだろう？鳥はなんで飛べるのだろう？風はなんで吹くのだろう？なぜ僕はここにいるんだろう、なぜ君はここにいるんだろう、なぜ君に出会えたんだろう、君に出会えたこと、花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい。花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてると、君が僕に残したもの、今という現実の宝物、だから僕は精一杯で何だろう。雨上がり道かかり淡し林光、ここにいない大切な名を一人で愛そうということ、まだ歩くんだろう見えてるんだろう、思った時の声と割り響け、君を見て君の痛み君の全てをさ
しいよこれもっともっともっと。やばいかもしれない、やばい、これもっともっともっと、あとやるかもしれない、これは。はい、それでやばいかも。7人も答えたわ。母さん、これこれやばいな。これもしかして75点とかじゃないですか。これ結構やばいな。なんか意外と難しかった。そうですね。しかも緊張感半端ない。うわあ！730点。ちげえよ。負けや。感情入れすぎです。感情入れすぎ。感情移入がね。感情のコントロールを良くすれば。いいはずです。すいませんでした。うわぁ、オレンジレンジなりすぎたわ。いやなんかめっちゃ意外と難しかったな。結構低かったっすね。しかもあ感情は加点されず、感情点は100点、感情点はめっちゃ高いと思うんです。感情逆に欲しかったですね。やばいなもう。感情点の10点、せやさんの知ってるんですもんね。 81.740 やったっけ。はい、あやばいな。罰ゲームじゃん。花びらの対抗ですよ。やばい、俺カラオケとかで最下位乗ったことないの。僕が足引っ張りましたね。いやなんか、でも俺もずなんかずれてたし。ハルさんめっちゃ声震えてましたよ。もう意外にもう心臓バクバク。やばかったです、みんなして声がビブラートってる。はい、よ、見てる。クソ雑魚とクソ雑魚とマーモメーって何。ドモメーってことですか。クソ雑魚ドマモメーって何。バイタイガカルマ。うわやっちまったな。クソやっちまったな。これはやらかしたわ。あ、練習の大事さを知りましたね。じゃあ来週も一応このメンバープラス、はい、あ違うわ。あリーダーに来てもらえばいいんじゃないですか。うん、でもなんだろう、くっそ惜しかったですね。虫食わしたかったのにな。やっぱ虫だったんですか。やっぱ虫だったんですか。ちなみに何を。蜂の子。危ない危ない。プチプチ系来ましたね、やっぱり。よかった。俺、ハルさんの子同じチームで。チームでよかった。最悪。蜂の子丼とかやばいだろ。やばいですよね。あんなコラーゲンはすごそうですか。米と柿入れ、柿入れ醤油欲しいですね。いや食べたい、個人的に。絶対食べてこないよ。絶対食べない。最悪や。カラオケの機械壊れてる。壊れてますね。ちょっと、はい。でもまあこれも僕多分あの勝負ごと一回も勝ってないんですよ、ハルさん。僕勝負ごと一回も勝ってないですからね。まだ2回しかやってないんですけど。全然前だってイナゴ食べたもん。イナゴとだって僕高め食ってます、ね。その前その前牛丼も食ってます、ね。そうです。食うことばっかりですね。食ってばっかりです。よしよし頑張ろう。まあ俺は知ってるから何とも言えんな。ちょっとでもね、帰りたくなると思う。これはなんかここでやることですか。うん、あ、ことやばいな。でもそういうなんか、いやそういうのみたいなのではない。恥ずかしいとかそういうのでもない。たらたらしんどい。しんどいです。本当にたらたらしんどいって感じじゃないですか。やばいな。だからもうこの後お店営業じゃん。でもそれまでに帰りたくなる。帰りたくなるし、はい、多分すでに酔ってる。すでに酔ってる。え、ベロベロなんか的な。あもうなんか大体想像つきます。想像ついちゃった。ついてきたな。せやさんが考えるくらいかな。あの人エグいっすか。あの人間じゃないっすよ。いやーすごい。しゃ、僕そんで帰りたい T シャツ着てきていいですか。瀬谷さんのあれ。ついなー。もうでもやばろ。でも大体81点ぐらいやるなと思ったわ。でも最初75点ぐらいだった、うん、俺も74とか70でいかないんじゃないかと思う。難しいな。
感情点は加点されます。なかったですね。なりきりすぎだったね、きっと。じゃあ、沖縄のチーフ入ってきますか。そんななまってなかったでしょ、僕。自分の地元の曲やからって、お前調子乗ってたもん。あ、そうですね、そうだ、沖縄です。俺なりすぎたわ、なりきりすぎたわ。やっぱりほんまや、あえとのせいやわ。やめてください、ちょっとやめてください、触んなよ。いいじゃないですか、ちょっとぐらい。この空気のどんより感半端ないですね、うん、まあそうだ、どうしようかな。ケツからでもさ、俺らとセアさんが来てやるけど、たぶんあの人絶対嫌だ、やっといてっていうか、言いますね、言われたの。あ、思い出した、思い出した。取れへんってみんなで言うとね、やんか。まあ、でも逆にでも俺とあやとやっただけやったらもうちょい高いのでも歌えてたけど、やっぱりね、おデブちゃんがいるからね。おデブちゃんがいる、高いのが出る。おデブちゃん喉ね、喉が脂肪で圧迫されてる。喉も脂肪で圧迫されてるから。ハルさんも声めっちゃ高いですからね。してますかね、視聴者は。僕とハルさん初めて2人であのカラオケ行った時の話、新人の頃と僕が、あ、もう一人いたから、もう一人、三人でいて、あの新人の頃になんか、ハルさんのカラオケ行く機会があって、絶対この人下手くそだわと、なんか見た感じと思ってて、で、カラオケ行ったらめっちゃ上手くても、この人と見るとカラオケ行かないと。めっちゃ上手いと、まあ、入って2ヶ月とかって。さだまさしは新人の頃やもん、3年前ぐらいの話です。よっしゃあ、いやね、分前やわ、まあ、ってことで、はい、まあ、今回このチーム太鼓カラオケ採点バトルの再開は春、あやとヒルトチームでした。ってことで、はい、来週は罰ゲームの放送なので罰ゲームされます、僕らが。はい、もうされます。なので来週もください。その罰ゲーム終わったらまた違う企画やります。はい、じゃあね、 See you again。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。